こんにちは、ゆうです。バナナのお時間です。はい、今日誕生日おめでとうございます、はい。お久しぶりですね、動画。テンスラガチャ以降、以来ですか、以降って言って、もう間違ってますけどね。はい。今日無課金、今日もじゃないですけど、無課金サバカ芝居まで、今日動画撮っていきたいと思います。はい、昨日ね、生放送をお付き合いくださった方、ありがとうございました。本当、平日のお昼の14時から、19時くらいまで、約5時間、お付き合いください。ありがとうございました。まあね、4勝ち、なんぼ、倍ぐらいにはね、点数増やせたんですけど、ちょっと甘くはないっていうことでね。まあ、あれからちょっとやったんですけどね、まあ、ちょっとだけ上がりました。はい。鬼神やのにもガチ神、ガチ神の方と当たるっていうね。はい。よろしければアーカイブご覧になってくださると嬉しいです。今日やっていくのはですね、まあ、芝居の前でちょっとね、もう、まあ、もうすぐね、6月になった点数ラガチャ引けるんですけど、はい。ちょっと意思回収というか、まあ動画の意思回収すると、ね、もう来たら話、動画のトレーダー感もまあそこそこあるであろうっていうね。僕、常設の極悪をね、このアカウントクリアしなかったので、はい。今日はそちらね、意思回収しつつ、まあトレーダー感もちょっとあってみたいなところやっていきたいと思うんで、それではパーティーご紹介します。はい、こちらですね。はい。ダブルゼータガンダムジャスティスループに、ゴッドガンダムですね。フレンドガンダムって何やねん。はい。それではね、ご紹介しましょう。はい。ちゃんとテンスラのキャラも入れております。はい、今回はね。はい。リーダーのダブルゼータガンダムに、小学生、浮遊、スキルブーストプラスプラスにスキルチェーン2つ。これはね、ほんとね、ちょっとね、ここ極悪ね、遅延後編から、チーム HP つけたかったんですけど、やっぱね、ちょっと、スキル遅延つけとかんとね、他のところにちょっと挑むのにハードルがちょっと上がるんですよね。はい。ちょっと遅延つけてます。はい。で、アシストがバレンタイン戦利の武器ですね。こちら。はい。スキルも補いつつ、比例2も補いつつ、チーム HP とバインドと。で、この、あれですよね。アップデートから追加された、シールドが 50% ダメージ入ると。まあまあまあ、俺も 50% 入ったところでなんですけどね。もうこの編成だと。はい。で、こちらが、サブのインフィニットジャスティス認識ですね。はい、小学生浮遊スキルブーストプラスに、これもね、あ、これはちゃうわ。これは別に HP プラスでいいんや。はい。で、ブレイズブースト、ホノリムキつけております。で、こちらが、小学生浮遊にスキルブーストプラスに、HP 強化の最上位のやつ一つに、情熱のルビーですね。はい、宝石3人の、武器つけております。付属性品質7コンボ強化と、6とチーム HP 補っております。で、こちらがシズですね。今回はね、シズをね、リーダーに、前までね、インフィニットジャスティスをリーダーにしてたんですけど、リーダーチェーンでシズに変えてしまおうと。シズがね、リーダースキルね、お上品すぎ、はい、比較すると、インフィニットジャスティスが火の2コンボ以上でダメージを軽減で、攻撃力が40倍、固定1000万ダメージ、非属性の HP と回復が 3.2 倍で、攻撃倍率は40倍とこちらの方が大きいんですけど、シズが攻撃力がまあ36倍なんですけど、30って、はい。ダメージが半減、軽減倍率が高いのと、あとはその HP2.3 倍回復が4倍ということで、今回回復強化入れてないので、インフィニットジャスティスループで回復力上げつつ、で、回復力さらに倍率が高い方をちょっと選ばせていただきました。で、ダメージ半減と HP が 2.3 倍なんで、実質 HP はこっちの方が大きいんかな、どうなんやろ、ちょっとわかんないですけど、でもこんだけネステ持って、L 字軽減もしていったら、まあなんとかなるんじゃないかなと。まあせっかくテンスラコラボ期間なんでね、ちょっと一旦リーダーにしようという感じですね。武器はミステリーフィーリング、バレンタインの武器です。はい。で、こちらが最近ね、僕、ショートで上げさせているって、やらせてるみたいな、自分がやってるんですけど、はい。上げさせていただいてる、鬼滅の刃の、スキルエフェクト、まあまあやってるんで、せっかくならね、小鉄くん、はい。小学生十字に、悪魔キラー。で、アシストの光線剤に、マーベル武器のウェイド・ウィルソンっていう、ペニパーカーじゃん。もう、もう名前出てこないですわ。はい、すいません。ちょっと、で、これで、ね、ドッグ、クライム、クも補っておりますね。で、コテツくんのデフォルトのクライム耐性も、はい、付与されているということで、はい、OK ですね。で、こちらがフレンドさんのゴッドガンダムに毒目覚め耐性、非属性軽減。こちらはね、確かもう、火が確かでかかったのかな。はい。で、ルーンの魔術で、これも十字補いつつ、泥気補いつつ、チーム HP で補っていただいているという感じでございますね。はい。付属性火にも耐えつつね、はい。
で、バチがガンダムコラボ、バチです。はい、ちょっとパズル教室ミスって負けちゃって、ちょっとスタミナ回復しておきました。してた。最高。ちょっとなんか訳分からん負け方してるわ、そっから。はいはいはい。グミも買ってきてるし、はい。はい。もういいシャワー。オッケー。トゲね。ロックね。で、ジャスティス使って、で、イザコンしまして、で、これで2ターンで、あと、ゴッドガンダムたまるんで、ゴッドガンダム使いまして、で、ジャスティス使って、で、こちら、誘導なんとか使って、最初ちょっと忙しいんですよね。戦術どうなるんでしょうね。はいはいはい。ずーか早く知りたいですね。消防チャレンジがやっぱなんか一番最近好きかな。消防チャレンジの生放送が一番好きかな。さあ。OK。で、ブラックルーレット。いい夢が出る、ドゥルルルルルルが何やったっけ。それは口の中からルーレットですね。はい。12秒固定なんで関係ないと。で、全員不要件して、はい。一流石だ。はい。はい、はい。はい、はい。はい。これでね、もうほんまにね、ワンパン取るともう、とろけるように、受けていくんで。さあ、あ、どうかでこのアカウントクリアしたんかな、称号取ったんかな、極悪千葉に丸になった時は。どうかのシンクロ覚醒の、あれもね、その、覚醒できたんで、このアカウントも。やってみたい気持ちはあるんですけどね。まあどうせならガンダムと、テンスラ、これは期間中なんでね。じゃんちゃうわ、ガンガン、アスラン。まあまあ、ご存知ない方あれなんですけど、インフィニットジャスティスとね、声かぶってもうてるっていうね、僕喋ってる声とか。はいはい、めっちゃ落ち込んでると。よいしょ。はいはい。ね、ここ、ルーレットこれミスってたんですよ、この。僕ね、ゴッドガンダム15秒固定やと思って、15秒固定やと思ったら、12秒で、んで、楽になってますねってさっき言ってたんですよ、一人で。ボツになったやつ。しょうもない負け出して、まあ。パズル教室で負けてって今はしょうもないんで、さすがに。そしたら、12秒、確か12秒だったかな。そんなにも打てないっていうね。そんなにも見てない、まさかは、その、あれですね。ちょっとなんか頭いい風に言うと、なんとかイコールですね、はい。やばい、よかった、2ターン目から、仕留め切れてないんですけど、攻めてよかった。生きる意志だ。そんな気合いでいいかわかんないですけど、まあ頑張っていきましょうか。はい。危ない、マジ10個も組めてるかわからなかった。はいはい。これはね、もうね、さすがにね、いいのかごと言われても、はい。ゴッドガンダムはね、ボンゴレ晴れの守護者、はい。ヨーのかごですけども。太陽のマークついてるしね、余裕ですわ。で、ちょっとパズル教室に気合い入れます。牛コンボしてみせろ。
はい、今回はね、コンテしてルシファーを水属性にして、どれだけダメージが通るかをちょっと挑戦していきたいと思います。検証動画でございます。今、緊急でカメラ回してます。はい。はいはいはい。緊急でカメラ回してます。はい。緊急でカメラ回してますね。はい。はい。ちょっとね、ここでね、なんかしょうがないミスしすぎて、もう一回パズル、それ聞いてん、そんなったらもう一回やりに、持ち時間増加とか、あれやったらごめん、操作時間固定とかじゃなくて、操作時間固定意味ないんやったらリラスクないから。今決まるんかい。これ、僕なんかしょうがない、茶番早くさまんでよかったやん、もう。さすがだな、いいだろう、すんがよ。ありがとうございます。ぜひ進ませていただきたいですね、ほんま。よしよし、じゃあ星々の守りしてもらって、スターリセット、はい。スターウェーブ。おぉ、怖っ。で、はい。条件で、ダッシュ使いまして、はい。はい、とりあえず、ちょっと回復。で、はいはいはい。はいはいはい。はい。あ、こうや。はいはいはい、よしよしよし。軽減だけね、とりあえず貼って、はい。オッケー。よし。もうね、上手い方はね、全然いけると思うんですけどね。生きる意志だ、うん、まあ、生きる意志が大事なんでね、はい。よし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 。はいはい。はい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 。こうしといたら、あれか落ち着けますね。よしよし。はい。よし、オッケー。まあ、パズル教室負ける分にはね、僕の腕前次第なんで、キャラが弱いわけではないので、決して。はい。これロックされたんで、はい。こちらから使いまして。で、勉強券。これしたらね、回復がね、あれなんですよね。回復は作られへんかもしれんから、回復消してしまうかもしれんからね。まあ、しゃあないんですけどね、そこが唯一の、ジャスティスとゴッドガンダムの欠点ですかね。はい。全然通らんね。あ、そっか、そう、火少なかったっすもん、だって。あ、そっか、回復エリアもしてへんからか。こんだけやったらね、もう、まあ、いいんですけどね。はい。はい、OK。はい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 、はい、よし、はい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 、みんな、もうちょっと待ってや、水気吸収、まあ、大丈夫大丈夫です。強さは力じゃない、生きる意志だ。はいはい、条件。回復エルジで2つするか。はいはい。3、4、5、6、7、8、9、10、OK。もう相手ね、貴族性なんでね。はい。うん、大丈夫と。はい、お疲れ様でした。で、次が、サンセットシルバー。はい。で、ここで、これデバフ食らうんですけど、このシズがね、デバフ奪い返してくれるんで、インフェルノフレーム。ここそんな空引いたらあれなのかな、回復してないとか確かあったと思うんで、ちょっと外れ気味なんですけど、次多分覚醒の振りにこう送る確率高いんで、これはみんな経験談なんですけどね、僕はもう実際にその負けた、はい。初めて負けて、そっから、
パズル教室で沼ってしまって、もう諦めて動画視聴して、そしたらもう一回パズル教室やって、そこで決めてクリアしちゃうっていうね、こういう流れになってしまったんですけど、はい、何なんでしょうね。真実は一つとは限らないんでね。で、絶対、はい、OK、勉強権、そうね、生きる意志だ、はい、それこんだけ喋りながらってたら肩凝るって、ほんま、はい、OK、これで分割できてますね。多分10分もいけるんちゃうかな。コンボ加算的にどうなんでしょうね、これ。あ、どっちもコンボ加算ないんですね、これ。ゴッドガンダムの片方のコンボ加算、ゴッドガンダム何コンボすんの、なんでしょう、これ見えたわ、普通に。4コンボか。6コンボ決めたらいいんですね。ごめんなさい。喉が。この中になんか、引っかかった、今。はい、飲み物飲もう、これ。関谷天教圏決まったら。はいはいはい。はい、はい。よしよしよし、はい、オッケー。これ、動かんと決まってんか。セルフでいっちゃう？ナイトビアノン大丈夫。はい。奇跡。勉強券。あれか、超根性の間にも。はいはい。はいはいはい。はいはい。はいはい。よしよし。そう、最近わけわからん気温で、なんか暑いんかね、寒いんかね。分かんないんで、家の中をいるとね。あれなんですよ、このホットコーヒーに、結構砂糖を入れる方いらっしゃるじゃないですか。この大体の方がね、お砂糖入れるときは違うだと思うんですけど、ちゃんとお砂糖ってね、お上品に言うスタイル。はい。お上品なんで。んで、はいはいはい。ひらみ消していきましょう。で、こてつくんもたまり直すんで、はい、んで、はいはい、で、そのラテ系にね、ちょっとなんか勉強したんですけど、コーヒーについてのラテ系、抹茶ラテとかあれなんですよ。ラテ系のコーヒーやったらあれなんですよね。結構その人によってはガムシロップを入れても全然ありなんですよね。ガムシロップを入れた方が美味しくなる場合とか、抹茶ラテとかにね、ごめんなさい、これめっちゃ裏返ってましたね、抹茶ラテで、はい、これ全部いい、はい、抹茶ラテとかをのちょっと甘いのをがその好きな方はあれですね、ガムシロップとかね、一度ぜひ入れてみてくださると、ラテ系すごい美味しくなるんで。1、OK、これはさすがにもういったでしょ、セーフでいこう。僕それで最近ね、ホットコーヒーに、その、抹茶ラテ飲んでへんの。ガムシロップ入れて飲んでみてね。オッケー。はい、はい。はい。大丈夫か？はい、ちょっと待って、ダブルゼータのね、なんか溜まってもったべ。誰やってこれ。光。待って、これはちょっと嫌やな。これして、インフェルノフレームして、で、アルミメキャノンもして、で、ここでもう出し渋ってもしゃあないから、ジャスティスも使おうか。はいはい。ここであれでしょう。はい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 、
はいはい、オープンねー、よし、オッケー。で次が11フロアって誰やったっけ、覚えてない。エギドなんか、あ、コンボ現象ね、コンボ現象ね、コンボ現象など一番嫌いですわ。で、こうロックされてるんで、はい、こっちは使って、はい、勉強券使って、はい、はいはい、どうしたらいいのか、いやー惜しいね、惜しかったか、今何コンボいった、数えてなかったっす僕。まだ通知、ごめんなさいね、ちょっとここのお昼間の時間がね、ちょっとずっと来ること来るじゃなくて来ることが多くて、はい、とりあえずね、生きる意志だ、はい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 、お昼間っていうか、この僕がちょっと動画撮る時間ですね、たまに、全然あのコンボ決まらんねんけど、5コンボ現象、通知に気を取られるなんて、さあ平積みですか、もう、あ、そう、さっきたげられてるんやった、はい、もうまあお昼に撮ってるんですけどね今、はいはいはい、全然落ち込んこうへんやん、もう、なん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 、コンボカさんスキルなかったっけ、そろそろやばい、勉強剣、はい、その組みやすいようにやろう、はい、僕この形がね76組みやすいんで、はいはい、2、3、4、5、6、7、8、あと2個、おっしゃ決まった、最初から来てくれて、よし、OK、全体攻撃入ったらね、テープ入らなかったんですけどね、テープは、え、持ってきてない、どうなん、はいはい。で、これ、赤波。勉強剣して。はいはい。生きる意志が大事です。はい。こうか。え？よし。はい、OK。テープ、お持ちでなかった？フィギュアル、はい、フィギュアル。フィギュアル何やったっけ？あー、これか。あー、これか。ちょっとあんま覚えてないですけどね。あんなに気づきに行ったんですけどね。ちょっと何回もね、多分ね、やりすぎてね、ちょっと、あれですね、油断してますね。はい、もうこのテープありで10コンボ決まんのにさ、どういうこと、さっきのエキドナのとこ、はいはい、これもあれですね、これは抜けますね、はい、これで、はい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 、で、ここが、火になったら。これでルーレットに消える。ルーレットちゃうわ。ルーレットちゃうわ。何やったっけ？
テープか、はい、消えるんで、はい、OK、よっしゃ。あ、そうね、そうね、そうね。で、ここでダブルゼータ、 OK、 ね、キャノン使って戻して、はい、勉強剣とジャス使って、で、あれか、数によっては 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,13,933 で、15か、大変か、まあいいか、ここからと次で決めるか、足りないっすよね、これ足りないっすね、はい、はい、OK、了解。多分反響踏むことは変なのかっていうのはないと思うので、オッケーオッケーオッケー、そうっすね。これもセルフ無効貫通でいけるか。好きなじゃない。キルイシズの上はたまらんね。はい、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 はい。ちょっと一個懸念点があって、回復エルジ決めてんやけどね。いけました、よしよしよし、イビルガード来ましたね、こちらで、こちらでというか、あの、こちらでというか、ここはグルーンする。で、勉強剣、はい、しかあれですよね、あれ来ましたよね、なんか。はい。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11、OK。はい、よっしゃ。これで何やったっけ？雲とテープ来るんやったっけ？アシスト効果？はい、雲は、アカンと。テープも、アカンと、はい。テープ先当たんかったよね、だって。ね。はいはいはい。あ、決まっちゃうんや。もう早決まる分には全然いいんですけど。うわ、でも柔らかすぎてびっくりするわ。これで、これで、これで、1,2,3,4。よし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 。オッケー。勉強剣。はいはい。はい。はい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 。これで決まらへんかな？多分決まらないですね。ジャスティス上限解放させないんで。期待を裏切ってくる、そのガンダムの性能、大好き。まあ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 、上下なくても、いつも僕耐性兵器で積んでないんで。で、ゴッドガンダム使って、これでやりましょうか。ちょっとジャスティス使って。で、運動の、うぃー、てか、あれか、他の方もや、特にやってらっしゃるか、これは。僕はちょっと時代遅れなだけですね。はい、はい。ほい。よし、OK。シールドのね、無効貫通も決めてみたいんですけどね。はい、OK。デストレブースト、はい、弱体感ダメは大丈夫。極悪なんとか。あ、回復消せないわ。俺が回すからで大丈夫で。はい。これ回復エンジン決めとくか。はいはい。はいはいはい。はいはい。3,4,5,6,7,8,9。
オッケーオッケー、危ない、よしよし。で、一旦短縮したんで3ターンか、これ。はい、勉強ゲーム。はい、で、大丈夫なのかな。はいはい、オーブねールーレットか。よしよしよし、じゃあこれ2パンいける、もしかして。はい、強さは力じゃない、生きる意志だ。タイミングキャノン2パンいけるかな。ちょっとこれ試してみよう。はいはいはい。はい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 。はい。はい、ちょっとね、最近流行りの動画視聴というもので、まあ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 、これはね、全然意思も消費してないので、まあ、合法的ということで、はいはいはい。これあれですね、回復エルジーを決めてなかった、ちょっとあれですね。はい、これで、ごちそうさまでした。お疲れ様でした。まあ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 、ちょっとね、これ火力が過剰すぎて、このね、覚醒無効枠をね、溜まってからちゃんと攻めましょうっていう感じですね。はい。はい、これで極悪生命体もクリアと。あ、なんかした。はいはいはい。よしよし。よいしょ、ちょっと動画見とこう。今日動画見てばっかですね。はい、ハローワークを進められたということで、はい、お疲れ様でございました。それではね、最後に、テンスラガチャ、これ引いていきましょうか。ログインスタンプ。10分の5。はい、これがあと5日後には、これも900日ということで芝居になる。はい、おーい、なんか犬ばっか出えへん。ランガ。ローガ夫婦犬か。ランガロー族。僕ほんま点差ちょっとほんまに分かんなくて、ほんま適当なことしか言えなくてごめんなさいね。本当にこの前日向出たらヒューガーこの範囲って最強とかね、はい、ちょっと言っちゃったりしてたんですけど、はい、今回はね、このランガと一緒にお別れしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。ちょっとね、もう茶番的な感じだったんですけど、もうあそこまで削ったらもうめんどくさいよ、もう正直ね。はい、だって2回動画見れるんやもん。その動画2回をね、この動画見たことで1本出せると思ったら、はい、安いもんやと思ってお許しくださいませ。はい。それでは今回のお相手は私ゆうでございました。ぜひ動画の評価ぜひよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。あと概要欄のX と TikTok のフォローもしてくださると嬉しいです。それでは皆さんもお疲れ様でした。それでは、バイバイ。